はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあ今回はピカチュウ版でポケモン一匹縛りプレイね、やっていきたいと思います。で、今回の相棒はこちら。はい、トグロン、アーボね。リクエストありがとうございます。もうだいぶ前、1ヶ月以上前になっちゃったかな。そろそろリクエストもらってる方たちね、すいません。育つほどどんどん長くなる。そして夜中は木の枝にぐるぐると絡まって休む。もともと2メートルあって7キロもあるのにさ、夜中は木の枝にぐるぐる絡まって休むらしいよ。木の幹じゃなくて枝だからね。え、普通のヘビもそうか。でもなんか見た目的にすげえ太いから折れちゃうんじゃねえかって思うんだけど、まあまあまあ、そんな可愛いアーボくんと一緒に旅行ってましょうよ。まあ、アーボはね結構簡単なんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですかね。まあ、攻撃と素早さが若干高いですよね。ちょっと調べたところによると、まあ、他は全部普通ぐらいでしたね。電ポケモン中真ん中ぐらい。でね、まあそう、本当最近ちょっと本当に家畜でさ、なかなかね難しい縛りプレイとかはできん通じまいでしたね。2月、本当ボーイキングもね、もうごめんなさいね、5日ぐらいやれてないかな。最悪ですよ。3月はね大丈夫そうなんで、まあもっと今月よりはいけそうですけど、ほんと嫌ね。毎日最近は12時間ぐらい職場にいますが、今日もさ休みだったんですよ。いつもなら絶対ね、まあ、9時か10時に起きるのに、来たら2時でしたよね。やれやれだ。あ、まあ、遊んだのはいいか。アーボ。アーボの後ろ姿、冷静に、ちゃんと小頃だな。ちょっと汚いね。まあまあまあ、そんなところも、かわいい。なんか、いい歳が生えてこない。だから冷静に見ると、10レベルと5レベルってやばくね。やばくない？ちょっと。当てて、子宮に。ああ、なるほどね。いやいや、やばいって。3連続当てないとかあんの？え？マーボー、うん。まあ、今の3連続当てないは、あれ。意表をつかれたけど、普通に巻きつくあるからね、強いよね。これならたけしも勝てるんじゃない、なんとか。うん、石つぶてより早ければね。めちゃくちゃ時間かかるけど、うわ、また外す。この外しっぷりを見ると勝てなそうだな。マーボはちょっと調べたけど、技はまあちょ微妙っちゃ微妙ですけど、結構簡単なんじゃないかなって思ってね。あら、1レベルしか上がんないんだ。まあでもね、そう、さっき言った通りね、ちょっと最近社畜がひどいんで、まあこのぐらいのねポケモンで。やれるのはありがたいですね。リクエストいただいた方ありがとうございます、ほんと。じゃあもうタキシ行っちゃおうかな。はい。とりあえずもうさ、たけし行っちゃおうよ。巻きつくが全部当たれば勝てるからね。うん。6レベのアーボでたけし任せられる説、どうでしょうかね。はい。さすがに石つぶてより早いよね。オッケーオッケー。
ざけんなって。あ、でも意外と受けないな。9しか受けないんだ。オッケーオッケーオッケー。これなら勝てるよね、いずれ。あ、でさ、前回は、あれ？さっき話したっけ？もうちょっと、意識が朦朧としてるな。前回、ファイアレッド、そう、ファイアレッドでね、また、やろうかなとか思ってたんですけど、まあ、外しすぎじゃない？ちょっと。おーい。はい。まあ、外さなきゃ勝てるんでね、このまま行っちゃいます。あ、そう、ファイアレッドでね、やろうとも思ったんですけど、まあちょっとレベル5のポケモンをね、交換できる環境下にないので、あれなんですよ。初期はまででね、捕まえられるポケモンでしかできないので、まあとりあえずね、またピカチュウ版でやろうかなと思っております。まあファイアレッド楽しいは楽しかったなぁ。でもファイアレッドの後にピカチュウ版をやると、またそれはそれで楽しい。いいよ、調子いいよ。もうどんどん巻きついていけばいいんだから。よし、やったら当てんな。でもやっぱさ、あ、外した。外すなって。やっぱ初代はやっぱな、レベルは高いポケモン、多い気がするけど、天皇まではね。あ、一緒か、ピカチュウ版は高いけど。まあ、やっぱ世代上がってこうがむずいよね、ちょっと。AI がやっぱ、賢いからな。俺はまだヌルゲーをやっているということか。コイキング、あとコイキングね、ほんともうずっとやってなくて、5日ぐらいか。まあ、なんでね、ちょっと引き締まりプレイ、まあ3回ぐらいぴゃぴゃぴゃっとね、やって、その隙にね、コイキングやろうと思ってるので、3月まで待ってほしい。3月にはね、出せたらいいなと思っているけど、天皇までは行きたいよね。はい、ああ、もうちょい。いや、やっぱ巻きつくの、この初代のチートっぷりはやばいよね。ほんと、当てれば勝つっていう。はい、勝ちました。ひどすぎる。たけし、どんな気持ちで見てんだろう。ずーっと石つぶて巻きつけられてね。はい。巻きつけそうな対決。はい、外す。高校だからあんま巻きつく意味ないよな。了解しかないしね。やみつける先行した方がいいか。あ、まあ5だもんね。ダメージ。やばい！忘れてた、そんな技。場合は受けないよね、さすがに。ね。受けるか。やばいな。はい。なるほど。ちょっとやばいね。てか、10レベル超えちゃうと、ミニ竜の悲劇再来しちゃうんだけど。ミニ竜ね、だいぶ序盤にやったんですけど、ここで勝てなすぎて11レベル超えちゃって、言うこと聞かなすぎてね。なんかすごいレベルまで上げて勝つっていう。イビで1時間半とはかかったんだっけ？忘れちゃったな。それは避けたい。さすがの私も。急所。あの急所2位与えてないのかな？与えてないよね、多分。石粒で睨みつける積まないと無理かな。それか、巻きつくの回数いっぱいか。頼むて。あ、でも10レベで毒針覚えるんで、そしたら勝てるかね。あと5回先行してくれれば。
この石粒で倒して10レベルなんねえかな。最悪なのは石粒で2回倒して11レベルにね、9レベル11レベルみたいになるのが最悪だけど。頼むよドグロン、外したら負けるで、そんで8だから。それはもう負けていいや。君は外したら負けます。分かってるね、分かってるねドグロン。 OKOK。 いやさっきより回数少ない。でも青い石粒に使用している巻き粒が何やってるんですか。あと8発で勝てるんですか。トーグロン、いやーちょい残しはうざい。7発しかないよ。いや10になってしまえ。もうここでなれ、ならない、ならないね。まあちょっと頑張るか。いやもうこれで無理だ。もういやわかんないぞ。一生全部5回出して一生嫌な音だったら勝てる。ああ、いやー、なるほど。よし、このターンで勝ちます。石粒で倒して10レベルになって毒針覚えて勝ちます。あ、でも毒針覚えたところでさ、弱くにはあんま意味ないよな。毒にすぐしなきゃ勝てないね。素早さが勝てない以上ね。でも何でも直しあるからな、あいつ。まあ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 、はいはいはい、調子よき。これを続けてくれればいい。4回行こう。4回、2、あ、2回、急所なのに2回、2回、3回で9回か。平均値じゃん。はい、常に平均を取っていくスタイル。はいはい。あ、でもあれか、毒針覚えれば TP の心配なくなるんでやれるか。回復すればいいだけだもんね。めっちゃ調子良くない？全部当てるし回数多めだよ。まあ、って言ったそばから2回。はい。はい。いけ。ああ、2回、2回多いな、ちょっと。もうちょっと4回とか出していいんだよ。これってさ、なんか継続率的なのでやってんのか、この一発目から回数決まってんのか、どっちなんだろう。ええー、ある。はい、あ、2回、結局は11回使っちゃったじゃん。あんま運良くないな。で毒針ね。いやここでさ、何でも直しを使われないのであれば毒針がいいんだよな。あー、我慢か。いや、オッケーオッケーオッケー。あ、外れた。まあ、それはそれでいい。もっと我慢しよう。我慢し続けよう。めっちゃ我慢してくれた。ナイス。あ、体当たりナイス。こうね。得意になれ。ああ。ナイス、外す。運がいい。運がいい。運がいいです。はい。ああ、そりゃそう。あ、運悪いです。いやー、締め付けか。急所か。どの辺が運がいいんだろうか。
あ、運いい、2回で終わった。あ、運悪い、嫌なことされた。やばいって。はい。危ない。嫌な音もう一回されたらやばい、マジで。いや、でもこれ毒にして、何でも直して一旦使わせる作戦がいい気がしている。いや、でも巻きつく5回の方がいいか。あ、やばい。今は当てなくてよかったよ。はい。2、3。え、でもこれ6ダメってことやね、これで終わっても。あ、やべ。あれ、なんで先制したの？あ、やばい。あれか。で、これで、5。6。え、これ2ダメ当ててた場合さ、やられちゃうよね。あ、そりゃ、え、ははは全然食らわない。4ダメ？え、どういう判定なのあれ、謎だわ。なんで4しか受けなかった今。まだ続く。めっちゃ受けるな。飛んで危ないよ。もうもうやばいよ。よし、5回。嫌な音もう一発はマジでやばい。あ、よし、体当たりなっけ。オッケーじゃないね。14受けなかった、今。やばすぎ。やばすぎる、これは。やばいって。何受けんの、これ。あー、18か。ならギリ勝てるか。我慢してくんねえかな。3回、5回やっててくれ、これ。あ、4回、OK。まあまあね。OK、我慢ね。悪くないよ。今のうちに狙おう。え、効かない？なんでだよ。我慢解かれるタイミングで攻撃したいよな。OK。2ターン目に攻撃しに行きましょう。はい。あ、こうかな。え、ここで行きましょう。あ、あ、そっか。え、我慢ってこっち先制になるんだっけ。でもまあ、言うてね、そんなに食らわないはずなんで。あーね、2。2回し、え、そんな、なんでなんだろうね、これ。やった回数とか。良くないダメージです。まだ続く。飛んで、はい。あーと乱数で負けそう。あぶねー。やっぱ18で終わりか。はい。あー、体当たりはやめてほしい。あ、怖い。我慢しろって。我慢してればいいんだから、お前なんか。それか嫌な音しろよ、もう。体当たりはダメなんだってば。ナイス、我慢。どうするこれ。いや、これ毒になればさ、いいんじゃない。はい。あ、早い、我慢。え、毒。毒。あ、我慢。あ、よし。攻めます。ナイス、毒。で、何でも直して一旦消費するでしょ。あれ、毒でね。イエイ、やったー。毒死させました。そして言うこと聞かなくなりました。いやー、危なかった。うん、やっぱたけし強えな。たけし強いか。はい、まあそういうことで。我慢ね。我慢どうしよっかなー。我慢なぁ。結局言うこと聞かないポケモンに我慢いいんだよな、結構なぁ。はい。はい、ということで、3番道路行きましょうか。あ、ここ、いや、我慢はいいか、とりあえず。トランセルとかさ、ここトランセルとかいるから我慢使うと地獄になるんだよ。またね、言うこと聞かないのが始まってしまうので、
ケタピーちゃんね。行こうトグロン。はい。なるほど。長い戦いが始まります。うん。頼むよ。よ。だけんだよ。せめて当ててね。あ、オッケー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 。ナイス。オッケー。なんか言うこと聞きます。まあやっぱ11歳ぐらいの反抗期は可愛いもんですよね。やっぱね、15、6歳が怖いよね。毒バリン武装が始まる。しかも毒にならないのいいな、毒タイプって。ね。ここで毒にされるのめっちゃうぜえもんな。うん。なんか言うことめっちゃ聞くんですけど。まあでもそりゃそうか。うん。もうね、2、30体。まあ進化も合わせれば多分ね、もう40体ぐらいのね、ポケモンを。いうことを聞かせ続けてきたんでね、命令なんて無視されるわけないんですよ。ほらね、いうこと聞くでしょ。うん、とりあえず攻撃しろって言ってるだけなんでね、こっちは実質言うこと聞いてますよ。命令無視してやってもね、めっちゃ睨むじゃん。そんな虫睨まなくていいでしょ。めっちゃ睨むじゃん。巻きつけよ、せめて。よし、おおむね言うこと聞いてくれた、ありがたい。悔しいけど負けた。はい、回復してきました。この子行きましょう。こいつもアーボ使いか。真のアーボ使いを決めよう。はい、コラッタで尻尾を振るされるとまずいですね。巻きつくやってほしいところなんですけど、めっちゃウケるな。ダメージが痛い、強い。コラッタ強い、コラッタ強いって、当てろって。いやー、どうしよう。回復するか、やめとこう。ここは長くなるね。あー、うーん、あー、あー、うわ、うぜー、うざすぎ。はーい。ちょびっとや。こんなところで時間かけてる場合じゃないよ。頼むてー。言うこと聞けばいいだけ。よし、体当たりが一番いい。うん。おいっす。最低3回な。最低3回。よし。最高は5回だよ。よし。天才。そういうことです。あ、まあ、今、今。で、巻きつくで勝ちでしょ。あ、まあ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 。あー、よし、とりあえず勝てる。よし、オッケー。イタチの最後のヘネ、まあまあウケんな。ヘどころの騒ぎじゃなかったの。はい、お、13レベル。相手巻きつくしかないと思うんで、オッケー。あー、そっか、危ねえ。あ、なんで毒針なの。ありがてえ。よし、オッケー。急所で5回とかいっちゃう？いっちゃう。やっちゃうの？やらない。外す。毒針。なんで巻きつくじゃねえんだろう。ラッキー。まあ、こういうことですよね。結局。愛が大事。このトグロみたいな、後ろ姿でも愛していける俺。あいつ勝てばもう余裕でしょうよ。ねえ。武蔵小次郎か。いや、もうでも大丈夫だよ。
けた？あ、どうだ？あ、不安になってきた。たけしでさ、傷薬を消耗しすぎたからちょっと怖いよね。糸を吐くね。はい、 OK、 ナイス。ほんで僕くんね、 OK。 うん、まあ、あー長いです。ここはナイス急所。トグロンな、トグロンに愛着が湧いてきた。あーなんかやばい、ひどいダメージ量だな。やばい。ふざけんなよ。はい、いやね、これ毎回言うんだけどさ、言うこと聞かなくて、わけもわからず自分を攻撃って本当に意味がわからないんだけど、どんだけ嫌いなのこれ。なるほど。そんな頭ぐちゃぐちゃになるぐらい、こう命令されるの嫌だってこと？いけトグロン、巻きつくだ。あー、わかんない。自分に攻撃だってなってるってことでしょ？どういうことだ？教えてほしい、このからくり。ありがとう、14レベル。攻撃高いね。あ、初手攻撃はナイス。あ、でも全然与えねえな。やっと勝った。途中こいつ寝たりして本当に時間がかかったわ、今僕。許せない。キャタピーはさっさと倒そうね。頼むよ。ナイス！毒針で一撃で倒されてしまう虫けら。はい。ああ、怠けちゃうよね。また長い戦いが始まるのか。やれ！ああ。はい、やりました。シンプルに時間かかったな。新しいポケモン持ってくれば勝てたよ、だって。言い訳、おつ。取ってきたばかりのポケモン戦わせようかな。はい。それでは勝てないです。虫取りの少年。はい。キャタピーね。ここで虫取り少年地獄がやっと終わるか。まあいいよ。一発ぐらいね、入れとこうよ。これでも、霞勝てるかな、これ。素早さ勝てれば、まあ、素早さ勝ったところで、命令効かんのか。なんか久しぶりにやる気がすんな。命令効かない大変な霞って。メロリンガか。どうやって勝つの？はい、はい。まあ、毒にすれば勝てるか。早くカズミを倒して命令聞く状態にしたいね。OK！ 優勝は絶対今じゃない。15。トランスですね。当てないんだよなー、なんか。はい、はい、いいね。優勝は偉い。こういう害悪ポケモンに対して素晴らしい。なんか順調だな、結構。ボロ化けだ。そうだね。はい、じゃあ行きましょう。そしたらお月見山行って、で、霞まで行きたいなー。結構順調だからね。行けそうね。アーボ強えぞ、なんか。
なんか命令も聞いてくれるのがすごいいいです今のところ。はい、ということで和彦くん行きましょうか。大丈夫かな。負けたらだりーなー。いや、こいつにさギリギリで勝っても次の武蔵小次郎がきついんよな。はい、ナイス。言うことさえ聞いてくれれば勝てるんだから。ナイス。アタックが金縛りしてほしいな。え、どうしちゃったの。俺バッチ手に入れた。バッチ手に入れてます。トレーナーとしてのレベルが上がりすぎてしまっている。これは はい、すいませんでした。一瞬だったなぁ。はい、ほんと一瞬だったなぁ。まあまあよく聞くぞ。なんかこれなら、え、次なんだっけ。ビリリ玉。ああ、恐ろしい。銃も受けた。またね、トレーナーの声が超音波なんかな、もしかしたら。その説あるよな。じゃなきゃおかしいもん。わけもわからず攻撃して。はい、混乱してる状態でさえわけもわからず自分に攻撃って意味わからんもんな。何気にやばい技やられてるしな。なんかビリリ玉サイズ感でかくない。嫌な音普通に連発してくる。しかも、もう一回当てよ。ああ9、あ6、 OK、 あ OKOK、 なんか言うことめっちゃ聞きます。ラッキー。これもうありがてえ。よし、ありがてえ。いや、だってドガースがさ、ここでスモックが脅威じゃないって結構でかいよ。あいつ体当たりしかすることないじゃん。たまねえな。スモックするんかい。期待を裏切らないね。体当たり覚えてないんかお前。いいよ、いいダメージ量。巻きつく連打しすぎた。いいね。はい、命令節毒倍狙いでいきましょう。あ、惜しい。命令節巻きつくか。オッケー。え、もうなんか思い通りすぎる。怖っ。今日この後コイキングやろう。うん、良すぎだもんね。17レベル。あ、噛みつく。いいね。いいか？そうでもねえな。悪タイプならいいんだけど。こいつ金全然くれなかったな、なんか。300円か。これは僕のものだ。実際さ、山とかで拾った化石って誰の所有物なの？大体誰かのものだよね、山って。え、違うか。例えば富士山で化石をもしあったら誰のものなの？拾った人のもんなの？なのか？そんなわけねえ気がするけど。まあ、行きましょう。ああ。幸先悪いね。一番ダメな技やるじゃん。一番嫌な技やるじゃん。オッケー。5回いっちゃおう。もうアーボでこれ以上防御力を下げられるわけにはいかない。わかるよな。ああ、わかるよな。今じゃねえ。ドグロンさん、違うでしょ。はい、オッケー。あ、まあ思ったより与える。ありがた。ニャースはもうどうする。毒針で毒にしたいな。え、え、聞くほど受けたんだけど。
もう無理じゃないこれ。8目見えないんだけど。これで5回当てる以外もうない。あ、ない。え、噛みつく連打されたらだってもう無理よ。20受ける。あー、よし。チャンス到来。え、どうしたらいい？毒、毒割り、毒。うん。あー。まあ、引っかくされるならチャンスがある、まだ。はい。なんか起きろ。毒にしろ！あー。負けたー、バカ誰がはい、じゃあ行きましょう。だがニャースのダメージ凶悪すぎないですか。やっぱアーボの睨みつけるを2回受ける前に倒さないともうほぼ勝てない。あれね、マックスアップって傷薬を17個買ってきております。頼むよ。よし、そういうことです。結局巻きつくで先制を取り続ければ絶対に勝てる。そう。はい。いきなり。いきなり！やめてー。でもニャース何気に素早さも負けたからな。そうなんですよ。なんで外すんだ。結構やだな。3 4え、ムカつくな、ムカつきます。これは今か。まあ回復しましょうかね。あ、ナイス。これずるいよね、マジで。続いてる途中で使っても続くっていう。頼む。あ、オッケー、引っかくならオッケー。とりあえず巻きつこう。あ、毒にしてくれ。オッケー、攻撃するならオッケー。全然回復からの、よし、3回目ね。これが実質で20ダメでお願い。あ、22。よし、でもオッケー。いや、これ回復すればいい。はい、オッケー。おい、オッケー。え、勝てるぞ。はい。あー、よくない。それはよくないよ。あー。あー、そっかー。そうなんだねー。これは、無理だーね。はーい。はい。何回目だ？ 4 回目か。アーボにすら勝てなくなってきたね。オッケー。ずーっとそれやってくれればいいんだけどなー、ただ単に。2回かよ。あ、でもオッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいんじゃないの？いいんじゃないの？いいんじゃないか？倒せ！ああ。ああ、一回。まあ、一回なら大丈夫だと思う。なんとか。HP 満タンの状態で来れたのはでかいんじゃないかい？どんくらい受けんのこれ。え？ 17？ 優勝？なんだ？え、めっちゃ与える。まあ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 。まあ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 ですよ。え、行くんじゃない？あ。ナイス。もう泣き声もきつい。なんなら。あ、それもきつい。もう引っかく以外きつい。あ。いや、ちょっとやばいな。行くしかない。やばい。よくなすぎる。よし、とりあえず OK。 これなんとかいけるんじゃない。
あ、弱っ。弱っていうか、鳴き声2回はしんどい。あ、じゃあ睨みつけるければいいだけか。いうこと聞けばね。まあ、これでひるんでもいいね、別に。めっちゃ食らう。まあまあ受けんな。11か。まあまあ受けんね。ずっとスモークやってください。またはひるんでください。ひるねです。ひるねかー。勝ちに行きたいな。お、目覚め早かった思ったより。ラッキー。そもそも寝たこと自体がラッキーじゃないのにラッキーと言ってしまった。ひるみも全然出ないし。あ、でもね、ちょっとでもダメージを与えてくれるならそれでいい。ジャンプリなぁ。言うこと聞かないなぁ。噛みつきます。優勝です。やりました。いや、こいつらマジで強い、毎回。やだ、もう、結構。ここ強いよね、普通に。ヤースがえぐいよなぁ。ライフ1噛みつけて。はい、じゃあ、花だね。どうだろう、バブル光線耐えないかな。どうなんだろう。まあ一応行ってみますかね。とりあえずトサキントさんね、倒そうか。まあ、普通に行ける気もしています。まあ、命令効くか次第ですね、どの道。はい、よし。とりあえずじゃあトサキントちゃん倒そっかな。はい、君なんて私の十分。霞がテレマークのないわ。それはどうかな。はい、めちゃくちゃかわいいな。ファイアレッドはなんかそそるキャラがあんまいなかったな。ミニスカードはかわいかったけど。あー、まあ睨みつける入りたいよね。言うこと聞かない。あーもう無理なんじゃないの？あーん。いや、トサキンとごときに素早さ負けんだ。なるほどね。あ、でもこれで5回通ればわからん。なくもなくはない。結局毒にしてさ、巻きつくすればめちゃくちゃ与えるよね。あーね。よくないね。あー。これは渋いぞ、結構。ああ。オッケー。アホがいる。アホがいました。ありがとうございます。絶対負けだと思ってた。君はアホです。はい。まあ、いったわ。そりゃそう。じゃあ、ちょっと、ポケ戦行って、かすみも倒しちゃおうかな。はい。じゃあ、かすみ戦行こうかなと。どうだろう。じゃねえな。火か。人出マン。人出マンぐらいには素早い。いや、勝てねえか。勝てねえよな、普通に。どうだろうかな。毒にしなきゃ勝てない気がする。そうだね。毒にしなきゃ勝てないんで。あと、これもどんぐらい受けるか。思った以上です。18か。これは渋いぞ、結構。渋めだね。あー、でもまあ、思ったより与える。どうするこれ。毒ならす。はい。急所かー。まあまあまあ。はい、わかりました、わかりました。はい。ねえ、すごいことに気づいちゃったんですよ、僕。あのさ、不思議な飴って売るアイテムだと思ってたんですけど、レベル上がりますよね。はい。なんで、
もうアボックにしちゃいましょう。はい、これで勝てるでしょ。これでも勝てなかった時やばいんだけど、お金なすぎて。まあいける気がしておりますよ。来ました、かっこいい。ガン見とく。傷薬10個しかねえな。はい、恐ろしげなお腹の模様は研究の結果6種類ほどパターンが確認されている。なんかしょぼすぎない、説明大丈夫。ポプラポケモン、高さ 3.5m、 まだアーポと比べて倍ぐらいありそうだけど、そんなないんだね。重さめっちゃ重いな。6パターンしかねえんだ。しかも想像よりないな。あれ6パターンしかないの、あの模様。個性なすぎじゃない。まあ勝てるでしょう、アーボックなら。え、どうなんだろう、そうでもないかな。はい、あーかっこいい。バグ技の時よく見たな、これ。まあ噛みつく、あー、まあソラシランプですね。あー、急所か、急所であれか。あー、あ、急所もう勝てないよこれ。あ、めっちゃ強い。素早さ勝ってねえんだな。ね、いや、もう進化したことによってすごい攻撃力が上がっている。ディフェンダー、無駄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 。はい、ジョジョは見たこと、まあ、2部までしかありません。なんで今のは知らないです。まあ、え、どうだろう、素早さ勝てないからな結局。まあまあこれは負けましょう、とりあえず。はい、まあいけそうだねこれ。我慢を覚えさすっていう手もありなんだよな。でも我慢ってこの後のバトルでほとんど使えないからさ、ある技を考えるとちょっと忘れさすの億劫なんだよな。さっきの人手番の急所2連続がなければ全然余裕だったんでね。ナイス急所。え、言うこと聞かんのよ、怠けるのよ。進化して調子乗っちゃったかい。おい、オッケー、あ、オッケーオッケーオッケー、倒そう。ナイス、オッケーです。ナイスだよ、カラスターン。これ何がいい、毒、いや毒針だよな。絶対毒にした方がいいよね、とりあえず。防御力も上げられちゃうしね。ならんか、ならんかな。あ、まあそれでもいい、別に。あ、あんま、やっぱあんま与えないよね言うて。20受けるか。はい、まあまあまあ粘りましょうよ。おまけだー。はい、お疲れ。ムカつく、言うこと聞いてくれ。はい、何回だ、もう20回目ぐらいなんじゃないの、ワンちゃん。負けねえか。もう3回に1回ぐらい攻撃してくれれば勝てるんだよ。これはもう当然5回だよな。そうだよな。まあいいでしょう、当てないと。やぶねー、下打ち出るとこだった。なんで当ててたら終わってたじゃん。あ、ラッキー急所、サーミーでやってほしかったけど。ディフェンダーね、これがまたムカつくよな。6にしろ。ああ、ないか。まあ、毒狙いっていうか、どの道、やったー、回復しましょう。どの道さ、命令聞かないからね、どれ選んでも一緒なんですけど。やめろよ、よし、あ、受けたよ。
27受けなかった。バブル光線連打されたら負けるんだけど。15やばいって、急所で負けるし。そんで33だから25だよ、ね、やばくない？あ、オッケー、助かる。マジで危ない。いやー、怖い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 。急所やめてね、ほんと危ねえ。硬くなれって、いや、そろそろ硬くなれって。よくないな、この流れは。まだ攻撃してないもんね。いや、次大事。出せ、攻撃。頼む。お願い。お願い、お願い。お願い。お願い。お願いです。頼みます。はあ。いやー、ここでバブルかー。いや、傷薬がね、あと1個しかないんですよ。いやー、やばい。バブルギリギリ耐えるね。次、攻撃出さなきゃ負けです。やばいよ。救出やめろよ、マジで。よし。お願い、ほんとお願いだよ。やれよ。オッケー。あぶねえ。ギリギリの戦いすぎる。え、私負けたの？負け。うん、負けです。はい。あー、有効引くようになった。あぶねえ、マジで。普通に途中からほんと大丈夫かってなってたわ。危なかった。はい。ということで、今回から、アーボのね、ポケモン一匹縛りプレイ、アーボバージョン、やっていきたいと思います。ので、よろしく、お願いします。いつもね、ご視聴、コメント、高評価、ありがとうございます。また次回も、よろしくお願いします。バイバーイ。